はい、皆様お疲れ様です。パウラ後藤恵子です。本日はね、こちらの大理石ネイルをしていこうと思います。すでにベースコートこちらを塗ってあります。で、この上にまずね、ペタペタとオーロラフィルムを貼っていきます。こちらはね、アイスジェルさんのものを使ってます。ではね、このまま、カラーを塗る前にまず、ペタペタしちゃいます。で、オピアジェルカラーで転写ホイール系を使うときはベースコートの未硬化の上に、貼ると転写できますのでね、もしカラーの上から貼りたいときっていうのはカラー塗ってから少しベースを乗せたいところに塗って、でペタペタしてください。なんかこれだけでも可愛いですよね、はい、使用するカラーは、F86 のアイキャンネバーハットアップ。こちらがですね、偏光パールが入ってるんですね。見えますかね、グレーなんですけど、こうね、グリーンの偏光パールが入っております。これがね、このホイールのキラキラではない、このね、チラキラって光ってる、これはね、ホイールのキラキラ、このチラチラって光るやつが、このね、偏光パールから来ているものになります。あとホワイトグレーで、V32 のアイキャンのリベアオピアイという色を使います。はい、ではまずトップをかけます。で、このトップの上から適当にね、シュワワーンとさっきの2色を混ぜます。ところどころやっぱりね、下に引いたホイールが見えててほしいので、トップのハケで色をミキシングしながらも少し色をこそげ落とすみたいな。で、これで一度入れます。はい、では黒のクラックを描いていきます。で、黒は T02 のブラックオニキスで、またね、クリアを使うのでちょっとトップを少し出しておきます。適当にクラックを入れたいところにピーッと描きます。で、この隣にクリア軽くなじませて、で、筆をクリアからこうね、黒に押さえつけていくみたいな感じで、ちょっとずつこうやっていきます。のぺっとしたラインを描いたと思うんですけど、ちょっとギザギザさせるように描いていきます。で、ちょっと黒足りないなと思ったら全然足してください。一回これで硬化します。で、またもう一度薄くトップを塗って F86 をほんの少し足します。もう黒の上にこのパールが、偏光パールがキラキラと入ることによって、黒が入ってるクラックの層よりもう一層を上にね、石の層があるんだなっていう感じを出していきます。はい、今度白とトップのクリアです。先ほどの黒のラインを入れたのと同じように白のラインを入れていきます。ちょっとこっち側失敗しちゃったので一回取りますはい、
大一度入れます。で、一度この上からトップをかけます。今度は細いライナーを使ってこのモヤモヤってなってるところの上をもっとね、白を際立たせる感じ。はい、じゃあ一度入れます。はい、じゃあこれでねトップかけていこうと思います。これね、これはもう本当に簡単で SP61 というサモアンサンドをこの上から、かけるだけです。はい、一度塗りでこのぐらいの透け感になります。二度塗りしていただいてもこのぐらい全然透けて、オーロラフィルムが見えますので、もし一度塗り目ぐらいの透け感がいいなという場合でしたら、トップコートを二度塗りして、カラー二度塗り目の、厚みを出すようにしてください。では最後までご覧いただきありがとうございました。